明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発はベテラン石川、対するジャイアンツの先発は右の桑原、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。左の石川、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、トップバッターは吉川。背番号20、第9、投げた、ストライク。投球これから2球目、スローカーブ、ボール。投球は3球目、投げた、シュート見送ってストライク。投球これから4球目、スライダー、ボール。次は5球目、投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。背番号6、投げました、まっすぐ見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。外角低めいっぱい、見逃し三振。背番号8、投げました、打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴んでこれで3アウトになります。石川上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。第9、投げました、決まってストライク。第2球、投げました、これはバットの根元、宮本交代、センター前ワンバウンドヒットになった。岡本ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号48、投げた、打ちました、セカンドゴロ、ゲッツーになるか、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、ツーアウトランナーなくなりました。背番号88、第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。2回の表が終わってジャイアンツ無得点で終了です。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは重信。第4球を投げた、ボール、アウトローへ。投球これから5球目、外角低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。背番号27、第9、投げた、見送ってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから第2球、スライダー見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、打った、打球はレフトへ、ヒットになります。住谷、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号46、第9、あーっと、ショーフライになった、アルボール。第2球、投げました、これがショーフライになって掴みました、送りバント失敗、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。直球ストライク、インローへ、タイミング合いません。アウトコース、スライダーは外れてボール、空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、打った、ボテボテのショートゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは島。第9、投げました、ストレートはボール。まずは内角低め、第2球、投げました、見送ってストライク。投球はこれから3球目、見送ってストライク、バッター追い込まれました。さあ、4球目、危ない球。第5球、投げました、引っ張った、サードから一塁送球、ここはうまい守備に阻まれました。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは坂本。さあ、投球は5球目、投げた、ボール。第6球を投げた、ここはフォアボールになります。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第2球、投げた、打ちました、いい当たり、ヒット、坂本、二塁回って三塁へ、
丸ツーベースヒットを放ちました。スワローズ同点のピンチを迎えます。岡本、さあ4球目打ちました。鈍いゴロ、一塁へ送る。ジャイアンツ1点返しました。スワローズなおもピンチが続きます。バッターは5番ウィーラー。大きな声援が届いています。投げた、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げた、ボール、アウトコース低め、投げました、打ちました。これは内野ゴロ。宮本ボールを取る、一塁送球。スワローズ追いつかれました。2対2。左対左の勝負になります。2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。投げました、スクリューはボール、インローへ。投球これから4球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。4回の表が終わって2対2、石川とうとう打たれてしまいました。同点で迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で島、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れて打ちました。初球打ち、ライナーだ、クリーンヒット。宮本二塁回った。島いいバッティングを見せました。スワローズ勝ち。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは重野、ストレート、空振り三振、2者連続三振になりました。投球は3球目、投げました、スライダー、見逃し三振。石川ナイスピッチング。バッターはピッチャー桑原。第4球はストレートはボール。さあ5球目、スクリューはボール、投げました、初球見逃し三振。石川下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって2対2です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは吉川、今日は三振とショートゴロ。第3球を投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。石川見事なピッチングです。第3球を投げた、ストライク。投球これから4球目、打ちました、ファール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。宮本うまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番丸。投球これから2球目、スローカーブ見送ってストライク。これで追い込みました。投げた、ボール、内角高め。第4球を投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。スワローズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わった。同点で迎える6回です。今日ツーベースを打っている島、第1球投げました、見送ってストライク。初球ストライクから打ったい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。島ナイスバッティングです。スワローズピッチャーを交代します。先発の石川、6回2失点の好投でマウンドを降りました。マウンド上ピッチャーは近藤、今日2番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せ、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、見逃し三振。バッターは6番パール。ここまで2打席連続三振。投げました、完全に外れた、ボール。第5球投げました、打った、ショート左、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。近藤三者凡退に抑えています。7回の表が終わって3対2です。スワローズピッチャー交代です。近藤降板、右のマクガフ、今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。次は5球目、打ちました、村上掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは隅谷、今日3打席目。第1球初球決まってストライク、いきなり153キロ。バットの先フラフラっと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。代打は亀井。1球目ストライクから、第2球打った、打球はファースト左、アウト。
マクガフ取ってアウト、スリーアウトチェンジ。マクガフ下位打線を三者凡退、0点に抑えています。8回の表が終わって3対2です。高木降板、マウンドに上がったのはビエイラ。今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げた、初球外れてボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、マシンで捉えた、三塁線破った。島いいバッティング。スワローズピッチャーを変えてきました。マクガフ降板、そしてマウンド上はクローザー石山。最終回2点差でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。低めいっぱい、見逃し三振。バッターは2番坂本、今日4度目のバッターボックス。第3球打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。石山打ち砕かれました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。バッターは3番丸、今日はここまで3打数1安打1三振。第9打ちました、ファール。第2球投げた、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。ボールが点々と転がっている、丸二塁も狙う、丸ツーベース。スワローズ同点のピンチを迎えます。さあ同点のピンチで迎えるバッターは岡本、ひときわ大きな声援が聞こえます。危ない球、次は4球目、投げました、打ちました、サード左へのゴロ、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げました、空振り三振。スワローズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき